坂上これのりは、平安時代前期から中期にかけての貴族、家人。右馬頭、坂上吉見影の子。官位は、十五位下、加賀助。三十六河川の一人、九百八年大和県、少女を継いで、大和大城に任ぜられる。九百十二年小剣持に転ずると、中剣持、小内期を経て、九百二十一年代内期と第五朝。 中期は教官を歴任した。924年15位した、加賀がに除任され、再び地方官に転じている。930年即挙。官票記載の宮歌合わせや、大井川行幸和歌など、打った朝から、第五朝にかけての和歌行事に、たびたび進む英史、古今和歌集の先者らに次ぐ歌人であった。古今和歌集以下の直線和歌集に39種が、日衆歌集に、 これの履修がある。また、蹴鞠に火出ていたらしく、演技5年3月2日に、宮中の忍受殿において、第五天皇の午前で、蹴鞠が行われ、その時206回まで続けて蹴って一度も、落とさなかったので、天皇は、ことのほか賞賛してのを与えたという。小倉百人一首31番に、朝ぼらけ有明の月と見るまでに、吉野の里に触れる白雪が日衆している。 ここ和歌集目録による、ありがとうございます。